Bluetooth 非対応の PC に機器を接続してスッキリしたい。アンマン泳ぐの大好き。今日のアンマンちゃんはね、ございます。アンマンちゃんがね、今日も泳いでます。犬かきです。いや、アンマンかきです。フェレットかきですね。お尻をね、ぷかーっとさせてね、力を抜くとね、浮けることにね、気づいてるんですよね。すごくないですか。まあでも足がつくからね、ここはね、まだね、いいんですけど、一緒にね湯船に入ったりすると深いからね、ちょっとね怖いみたい。しがみついてくる。それでは本編スタートです。どうもプニーでございます。お疲れ様でございます。今日はですね、Amazon で買ったんですけど、私の PC ね、メインで使ってるの Bluetooth 対応してないんですよ。だから、Bluetooth に対応させて、いろんな機械をね、全部ケーブルなしでつなぎたいなと思ってね、Bluetooth の 5.3 のバージョンのものをね、買いました。概要欄に貼っとくんですけど、そんなに高くないです。こんな感じの。ドライバー不要って書いてありますね。差し込みで即利用開始できるというふうに書いてあります。で、USB2.0 に対応してるのかな。USB3.0 に挿しても動きますよっていうことですね。まあ、今回は、ちょっとこれをね、開封していこうかなと。まあ、あまり興味ないかもしれないですけど、まあ、こういうものがあるんだっていうね、そういうのを、やはり見ていただくのがいいと思うんですが。これ、ドライバーって書いてあるぞ。これは、何のドライバーなの？ドライバー不要って書いてなかったか？Windows でもドライバーがいるみたいな感じなの？まあ、Windows の古いやつだとドライバーがいるってことかな？そういうことだろうな。日本語版と英語版で書いてあります。まあ、認識しなかったら、あれですね。ドライバー入れろってことですね。まあ、ここが、ハテナマークになってるとかね。になってたら。そういうことですね。で、ペアリングの方法はね、この、Bluetooth のマークをして、追加すればいいよって書いてあります。まあ、基本はね、簡単に多分接続できると思います。で、ノートパソコンはね、Bluetooth 対応で、非常に便利でさ、なので、あれしました。で、こちらがですね、Bluetooth 対応のマウスになってるんですけど、こちらがね、まあ、2000円ぐらいの、すんごい安いマウス買ってみたんですよね。梱包がね、簡易梱包みたいな感じになってるやつですね。なんか大丈夫かなって感じだけど、説明書はねすごくしっかりしたのが入ってますね。Bluetooth マウス、まあ、こんな感じでスクロールホイールとかね、まあ、横にちょっとボタンがついてたりとか、あ、これって何？あ、ペアリングボタンは後ろにありますね。この4番は何だろう？ 9 番。9番がペアリングボタンですね。レンチボックスの裏のボタンを押すと、
ペアリングモードに入るというふうに書いてあります。なるほどね。こんな感じでございます。機器名にね、バッファロー BT5 マウスって出るのが、ね、このマウスですよって書いてありますね。うん、なるほど。しっかり説明書はね、書いてあります。で、電池がね、ちゃんと入ってますね。アルカリの電池ですね。うん。まあ、これでもいいんですけど、まあ、私は最近、もう単三電池は、こちらでございます。こちら、ほんとね、すごいいい。またちょっとね、追加で買おうと思ってるんですけど、これね、1.5V にずっとね、何、電圧低下しないで出るんですよね、1.5V が。だから切れるときはね、ブチンって切れるんですけど、うん。で、このね、噛んだ、すいません。このね、エボルタとかはね、ここに書いてあるけど、1.2V 電池なんですよ、充電池って。すごくね、ちょっと電圧が低いんですよね。うん。まあ、なので、このね、1.5V 出るっていうのが、非常に私気に入って使ってます。安定して 1.5V ずっと出続けるんで。うん。で、これがね、また充電が簡単なので、こうやってね、USB に挿せばいいだけ。うん。いいでしょ？これがすごく気に入ってる。まあ、容量はね、この外装に書いてある容量は全然ないと思うんですけど。うん。もう十分気に入ってます。で、マウスなんですけど、これはね、買わない方がいいかな、皆さんは。なんて言うんだろうな、おもちゃみたい。うん。あ、DPI 変えるんだ。はい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 。マウスのね、こう、移動速度を変えられるんですよね。あ、ここに書いてある。1000と1600と2400ですね。細かい作業をするときには、1000dpi にすればいいんですね。例えば、絵描くとか、細かい絵を描くときとかは、こういうのがね、変えられた方がいいんですけど、これね。うん。で、これがね、ワンタッチで変えられるのは、いいなぁと思いました。うん。で、マウス自体は、ちょっとチャチーかな。悪くはないんだけど、まあ、やっぱり、最低でも5、6000円の買った方がいいかな。これ、オンオフがついてますね。まあ、高いゲーミングマウスを買うか迷ったんですけど、まあ、これでいこうかなと思って。あ、ここにさ、よいしょ。こういうのをさ、差し込んでおけるところがついてる。これ高さがあってダメだけど、なんかちっちゃい、なんか USB メモリーとか最近あるから、そういうのとか、入れられる感じですね。で、ブルーライトですね、これはね。で、これが、ペアリングのボタンっていうことですね。で、可動電圧が 1V から 1.5V になってるんで、まあ、さっきのエボルタでも、1.2V でも全然大丈夫ということになりますね。なるほど。まあ、これでも全然いけますよっていうことです。まあ、私は 1.5V 出るものにしようかなと思ってるんで、まあ、そのままでいきます。まあ、まあ、概要欄にね、まあ、電池も含め、一応貼っとくんで、リンクは。
まあ、こういうものもあるんだなと思って見てください。やっぱりケーブルがなくなるだなくなるだけでね、すっきりするんで、うん、Bluetooth 計画を進めていこうかなと思っております。でね、このマーククリックして、まあ、こんな感じで選ぶだけでね、本当にドライバーもなしでつながりました。で、しばらく使った感想ですけど、いや、すごくいいですよ。なんかゲームとかやってても全然問題ないし。うん。なのでね、気に入ってます。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。キーボードもね、Bluetooth のね、丸洗いできるキーボードがあるんで、ちょっとそれに買い替えようかなって思ってます。それでは、またね。